回はお母さんと一緒に学ぶ五玉を使った、五玉を使う足し算ですね。五玉を使う足し算をやっていきたいと思います。奥様の中にですね、どうしてもそれを見てもらうと1234は普通に素直に足せるんですね。ただそろばんの特徴として五玉はこれなんですね。五玉どうしてもこの部分で少し悩みが出てしまうお子さんがいますので、今日はこのあたりを説明していきたいと思います。まず1問目ですね。 1+4、 はじめに1を足しますね。ここに4を足したいんですね。下見ると1233しか空いてないんですよね。3しか空いてない、困りましたよね。ただ上の部屋、5の部屋を見てください。5の部屋が空いているときは5よりも小さい数字5、4、3、2、1すべて足せるんですと教えてあげてください。5の部屋が空いているときは5よりも小さい数字5、4、3、2、1すべて足す、全て足せますというふうに教えてあげてください。さあ4を足しますよね。3しかないんで困りました。困った時は変身なんです。足す時は上から下に変身、あとは2回で変身というルールがあります。まず1に4を足す。答えがいくつになるか考えます。1に4ですね。そう、5ですね。5の形に変身、先ほどのルールですね。上から下に変身、2回で変身ですね。やってみますね。変身、もう一回いきますね。1+4 は5なので、5の形に上から下に2回で変身ですね。答えは5なんですね。遠目ですね。次は 3+3 ですね。3+3、また白いところ、定点のところに3を足します。ここにもう一度3を足したいんですね。ただ下見ると1しかありませんので困りましたよね。ただ上を見てください。5の部屋が空いてるときは5、4、3、2、1全部足せるんでしたね。3足したい、3は足せるんですね。困りました。困った時は変身です。まず3+3がいくつになるか考えます。そう、6ですよね。6の形、この形に変身。ルールは2つ、上から下2回で変身です。やってみますね。6の形に変身ですね。次は3問目ですね。4+2ですね。まず4足しますよね。定点のところに4足します。次2ですよね。2下見ると何も空いてないので困りました。ただ5の部屋見ると空いてるので5、4、3、2すべて足せるんですね。まず4に2を足すと、そう、6ですね。6の形、この形に変身させます。ルールは2つ、上から下2回で変身で6の形、答えは6ですね。あとは、歩数を使って説明するんであれば4、2足したいんです。5の部屋が空いてるときは足せる。まず5を足して、足しすぎてますので2の相手、友達3、余分に足した3を引いてあげる、答えは6。このような説明でも OK だと思います。お子さんの、ポイントはお子さんの顔色を見ながら、どのパターンで説明すると、どういうような説明の仕方がお子さんに合うか、これはやはり十人十色だと思います。いろいろと試しながらお子さんがすんなり理解するやり方で説明してあげてみてください。